ハマンタッシュ、ハマンタッシュよび、ハマンタッシュンとは、アシュケナジムが、プーリーム祭りの時に食べる伝統菓子で、三角形の練り込みクッキーである。ホメンタッシュ、ハーマンタッシュとも言う。クッキー、ケーキ、あるいは菓子パンのような生地で作られ、中にフィリングを詰めて焼く。伝統的な具材は、ケシの実やプルーンのペーストであるが、デーツやアンズ、チョコレートなどが入ることもある。 ハマンタスシェンエステル記に登場するアケメネスアサペルシアの最小ハマンが三角形の帽子をつけていたことにちなむとされているが現在では消しの実を詰めた歌詞モーンタスシェンが生り化したという説が有力であるイスラエルではこの歌詞はオズネーハマンと呼ばれているプーリーム祭りの贈り物ミシュローアハマの音の一つとしても用いられるハマンタスシェンは一般的に 生地を薄く伸ばし、様々な大きさに分け円形に伸ばし、中心に具を置き、三角形になるように端をくを包むようにして畳んで作られる。ハットという、例オーストリア料理の牛乳消し、タッシェントプファンモーハンタスケン。ありがとうございます。